2013年5月まで本社、演奏所、送信所が入居していた、他、神ビル FM 浦安株式会社は、千葉県浦安市と市川市の各一部地域を、放送対象地域として、超短波放送をする、特定地上機関放送事業者である。市川浦良 FM、I&U イ FM83 の愛称で、コミュニティ放送をしている。1998年開局。 出資比率から北村霊介、代表取締役社長と、片山のり専務が、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。開局当初は、浦安市猫コザの高見ビルに、本社、演奏所、送信所を置き、放送局の呼び出し符号は、ジョズ 3iFM、呼び出し名称は FM 浦安、周波数83.6メガヘルツ。 当初の空中線電力は 5W で、放送区域は浦安市の一部地域。放送対象地域も浦安市の一部地域であった。FM うらら、FMU うららの愛称で、浦安市とその周辺区域を聴取エリアと称していた。2013年には、本社、スタジオ、送信所を猫ザメから、北栄のアクイラ浦安の、アクイラ浦安のに移転した。2017年には、 前年に破産した市川 FM 放送の機材を取得し、本社、演奏書、送信書を市川市8万2点。7月14日から愛称を変更し、市川 FM 放送が使用していた、周波数 83.0MHz、空中線電力 20W、垂直変化により放送を開始した。聴取エリアも市川市と裏安市、及びその周辺区域と称することとなった。 電波法令上は、特定地上機関放送局の設置場所、周波数、空中線電力の変更であって、呼び出し符号除図 3iFM の変更はない。事業譲渡や、法人の合併による、免許人の地位承継ではないので市川 FM、放送の事業は承継していない。j イコム千葉は、浦安地区で 85.0MHz、市川地区で 84.4MHz で、 再送信している。インターネット配信は J 芝インターネットサイマルラジオによる。また、一部番組はウェブラジオとしてオンデマンド配信をしている。浦安市、市川市とは災害時の放送に関する協定を締結している。1996年、1998年、1999年、2013年、2017年、2018年、2019年6月。 現在2012年に NHKFM 東京と JWAVE の送信所が東京タワーから東京スカイツリーに移転した。これにより FM ライアスの放送対象地域では両局の電解強度が増大し受信機の性能によっては 83.7MHz に相互変調波が発生して 83.6MHz の受信に悪影響を及ぼす可能性がある。 FM 浦安では、聞きづらくなった人は連絡することを呼びかけていた。2013年の送信書移転では、受信状況の改善があったと発表があった。2017年の周波数変更により、この心配はなくなった。ありがとうございます。